皇居は天皇の平常の居所。現在は東京都千代田区千代田に所在する。古くは宮城と交渉され、皇城や皇宮などとも称せられたが、戦後は皇居の呼称が広く用いられるようになった。以前は宮城と交渉されていたが、第二次世界大戦後に廃止され、現在は特別史跡、江戸城跡一帯を指して皇居と呼んでいる。公式の英語表記はザ・インペリアル・パレス。天皇の平常時の住居である御所や各種公的行事や政務の場である宮殿、宮内庁庁舎などがある。詳細は明治時代以後を参照。平安経営の遷都から東京遷都までは京都にあり、御所や近中、近里、内裏などと呼ばれていた。現在の京都御所は、元は里内裏として用いられ、南北朝時代以後は正式な御所となっていたもので、明治維新後の東京行幸に伴い留守となり、使われなくなったが、荒廃した御所の様子を嘆いた明治天皇の指示により、隣接する仙洞御所や大宮御所と共に保存された。なお、行幸後に首都機能が東京に移った際、明確な遷都の法令が発せられなかったので、京都御所を現在も皇居とみなす向きもある。しかし、明治以降、京都御所に近代的居住機能が付加されることはなく、平安時代の様式を伝える最高格式の紫宸殿や日常生活の場である常御殿などが保存され、文化財となっている。皇居の呼び名は、資料や古典文学に登場するものの現在では、使われない表現を含めると様々ある。内裏、御所、大内、大内山、九十、宮中、近中、近里、百敷、紫の庭、皇宮、皇城、宮城、大宮、雲の上、雲井など、非常に多い。明治以降の皇居は、幕末まで徳川将軍家が居城としていた江戸城跡にある。江戸城の内郭には、本丸、二の丸、三の丸、西の丸のほか、西寄りの部分には、吹上と呼ばれる庭園があった。吹上はかつては屋敷地であったが、明暦の大火以降、火除け地として建物が建てられないようになっていた。皇室関連施設のうち、宮殿や宮内庁庁舎などは、旧西の丸に位置するが、天皇の住まいである御所は、江戸城の吹上、現在の吹上御苑に建てられている。旧西の丸と吹上御苑は、道灌堀という堀で隔てられている。城郭としての江戸城は、本丸、二の丸、三の丸及び西の丸部分のみを言い、道灌堀の西側にある庭園部分は、厳密には、江戸城には含まれないので、御所は、城郭としての江戸城跡に立っているわけではない。皇居と呼ばれる区域は、旧西の丸地区、吹上御苑と、皇居東御苑からなる宮内庁の管理用地の区域を指す場合と、この区域に環境省管轄の皇居外苑を加えた区域を指す場合がある。皇居は東京の代表的な観光名所であり、人工衛星パノラマ画像プログラムの Google Earth では世界のランドマークの一つとして登録されている。旧江戸城の本丸、二の丸、三の丸の一部分は皇居東御苑として、1968年10月1日以降、一般公開されている。皇居の制限エリアを一般人が訪問できる機会としては、皇居一般参観のほか、毎年1月2日と天皇誕生日に行われる一般参賀や桜が見頃の4月初旬と紅葉が見頃の12月初旬に行われる唐通りの通り抜けなどがある。また、皇居の周囲を取り囲む12の堀からなる皇居外周地区の歩道は都心にありながら緑豊かな場所であり、ジョギングや散策の場としても親しまれている。皇居の宮内庁管理部分の住居表示は東京都千代田区千代田1番1号で居住していなくても登録できる本籍地として人気が高い住所になっている。また、国有財産としての皇居の価値は2146億4487万円となっている。宮殿は天皇が国事行為や皇室行事などの儀式を行う施設。明治宮殿跡地の皇居西の丸地区に建設され、1969年4月から使用されている。焼失した明治宮殿に対して新宮殿とも称する。鉄骨鉄筋コンクリート造りで地上2階、地下1階、宮殿全施設の延べ床面積は 35,789.89 平方メートル。基本設計は吉村順三。正殿、豊明殿、連水、長和殿、千草の間、千鳥の間、兵魚座所、北棟、兵魚座所南棟の7棟からなり、これらの建物に面して中庭、東庭、南庭がある。松の間、竹の間、梅の間の3部屋からなる。松の間宮殿内で最も格式の高い部屋で板張りである。新年祝賀の儀、信任状捧呈式、内閣総理大臣任命式、認証官任命式、勲章親授式、高所しの儀、歌会しの儀等の主要な通年の儀式に使用されるほか、朝見の儀や即位の礼の中心的儀式である即位礼正殿の儀などの皇室の重要儀式でも使用される。昭和天皇の大葬儀に際して賓宮が設けられた。左右に報道室がある。竹の間主に天皇、皇后が外国の元首や政府要人と会見し、または皇居を訪れた日本政府関係者及び民間人を引見する等の儀式並びに行事に使用される。梅の間主に皇后関係の儀式、行事等に使用される。宮殿のホールでは最大のスケールを誇る。立食の形式では最大600名の席を設置することが可能である。宮中晩餐会、天皇誕生日の宴会の儀や、即位の礼の供宴の儀等、多人数の宴会に使用される。東側廊下は総学室に転用でき、宮中晩餐会等で、宮内庁楽部が生演奏を披露する。午餐会や茶会等の少人数の宴会に使用される。南北163メートルに及ぶ細長い建物で、三大社の休み所やもてなし、拝謁とお多目的に使用される。部屋名は、北から南へ、順に、北だまり、北の間、石橋の間、春秋の間、小風の間、波の間、南だまり。一般参賀の行われる東庭に面しており、一般参賀の際には、皇族は長和堂のベランダの中央部に立つ。1969年1月2日、新宮殿完成後初の皇居一般参賀で、昭和天皇らが長和堂のベランダに立った際、パチンコ玉で狙われる事件が発生した。皇族は負傷しなかったが、この事件の後、長和堂のベランダ中央部には防弾ガラスが設けられた。春秋の間区内では、豊明殿に次いで広い大広間で、各国賓客の歓迎会や拝謁等に用いられる。平成に入ってからは各種レセプションに使用される機会も多くなった。石橋の間、小風の間、春秋の間に隣接した広間で三殿社の休み所等として利用される。北の間、波の間三殿社の休み所等として利用される部屋。北だまり、南だまり北車寄せ、南車寄せにつながる玄関ホール。北だまりは記帳所として利用されることもある。波の間と正殿の間には長さ70メートルほどの回廊があり、国賓等は南だまりから回廊を経て正殿に向かう。車寄せ、北車寄せ、南車寄せ、中車寄せがある。北車寄せは長和殿の北端、南車寄せは長和殿の南端、中車寄せは長和殿の地下にある。特に南車寄せは宮殿の正面玄関であり、国賓や外交施設を迎える際に使用されるほか、祝賀5列の儀などの即位の礼にも使用された。長和殿と東庭の地下は三殿社のための地下駐車場となっており、大型乗用車120台分を駐車できる。三殿社の休み所等に使用される。本来は千草の間、千鳥の間と別々の部屋だが、仕切りを取って一部屋として使用される。正殿と長和殿を結び、豊明殿に相対する。天皇と国賓がここを進んで、正殿での会見に臨む。中庭正殿、豊明殿、回廊、長和殿に四方を囲まれた庭園。即位礼正殿の儀の際、遺儀物奉事者が居並び、辺旗が立てられる。到底は外国元首が栄誉礼を受ける場や新年及び天皇誕生日の一般参賀の場として使用される。松の塔がある。地下は三電車のための駐車場となっている。南帝北塔と南塔がある。天皇が日常の執務をするほか、侍従の部屋などがある。御所小広間でインドのモディ首相と会見する。1950年代の皇居、上空から見た写真。手前の吹上御苑から奥が宮殿のある旧西の丸地区である。一番手前のコンクリート製の6屋根の建物が皇宮警察吹上護衛署。その奥の寄せ棟造りの建物が生物学研究所で、南に水田や温室が広がっている。奥に隣接するのが宮中三殿。太平洋戦争時の空襲で明治宮殿は焼失しており、宮殿のあった場所は空き地になっている。宮殿跡広場の左側には仮皇居となっていた宮内庁庁舎がある。宮内庁庁舎皇宮警察本部庁舎宮内庁、所領部宮内庁楽部皇居東御苑生物の宝庫である下道観光堀江戸時代以降に開発が進んだ東京都心の他地区と異なり、皇居は江戸城時以降の自然が残り、貴重な生態系が維持されている。皇居の森を中心とする広大な緑地と水中生物が隠れやすい石垣や水草が多い堀が一体となっている上、釣りなど人間による採捕活動が制限されているため、植物と昆虫類、魚介類、鳥類、哺乳類を含む陸上動物などの間で食物連鎖が成立し、希少種を含む生物多様性が保全されている。吹上御苑と道灌郷周辺で行われた国立科学博物館による1996から2000年度と2009から2013年度の2回の調査で植物2077種、動物6375種の生息が確認されている。吹上に林草や日本コシアカハバチのような新種が発見されたほか、石川モズクやヒロクチコギセルといった絶滅危惧種も保全されている。一方で、赤星ゴマダラやスズミグモのような外来種の侵入も確認された。大型動物としては、タヌキが1990年代半ばから宮内庁や皇宮警察の職員に目撃されるようになった。昭仁天皇の発案で、宮内庁と国立科学博物館が2006年度から、糞の分析による餌の解明や、6匹を一時捕獲して発信機をつけての行動追跡といった調査を行い、2008年と2016年に昭仁天皇を共同執筆者とする論文にまとめられている。こうした調査から、太田道灌の遺徳を忍び、道灌時代の遺構に手を加えなかった伝承の信憑性や、明暦の大火後に防火帯として整備した庭園に古い生態系が閉じ込められたこと、2003年に始まった東京都によるディーゼル車規制条例の効果が現れている可能性、地球温暖化が進行していることなどが示唆された。皇居周辺の堀では管理する環境省が桜並木の手入れ、ヘイケボタルの放流といった環境保全、改善を進めている。また、皇居の自然に触れることにより、国民の自然への理解を深めるため、宮内庁では、緑の月間の一環として、吹上御苑内で自然観察会を開催している。内堀外堀明治元年10月の明治天皇の東京行幸における6号の渡し出の情景。1868年、明治天皇の東京行幸により江戸城が東京城と称され、東京の皇居となる。1869年、2度目の東京行幸で天皇の東京滞在が発表され、東京城は皇城と称される。1873年、それまで天皇の御座所とされていた江戸城西の丸御殿が火災のため焼失し、一時赤坂離宮を仮皇居とした。1879年西の丸に新宮殿を造営することが決まり、1888年に明治宮殿が落成し、同年10月27日以後、宮城と称された。明治宮殿は、お車寄せ、正殿、東溜、西溜、豊明戸の、千草の間、鳳凰の間など、儀式、応接、政務が行われる公の場である、表宮殿と天皇の住居にあたる奥宮殿とが接続していた。表宮殿は木造で外観は和風建築だが内部は和風の各天井からシャンデリアを下げるなど和洋折衷とし椅子とテーブルを用いていた。この明治宮殿は太平洋戦争末期の1945年5月空襲による飛び火で焼失した。1935年頃宮内省第二基庁舎に鋼鉄皮の防空室が作られた。だが、内部が狭く大型爆弾に耐えられないことから、宮内省工商寮の設計で、吹上御所近くに新たに防空壕を作ることになった。後に御文庫と命名される、大本営防空壕が完成するまでの間、昭和天皇、香淳皇后は空襲警報発令の度に、封建神事とともに、地下金庫室に避難していた。このほか宮内省は1941年の太平洋戦争開戦直前、東京府南多摩郡、鶴川村の多摩丘陵の一角で空襲対策を兼ねた下級離宮新設を検討して密かに視察を重ねたが、宮内大臣、松平常雄の判断で取りやめた。御文庫皇居内では1941年4月12日に御文庫が極秘に着工され、1942年12月31日に完成した。施工を請け負ったのは大林組。建築費は約200万円であった。建坪1320平方メートル。地上1階、地下1階2階の3階建て。そこには天皇、皇后の寝室、居間、書斎、応接室、皇族御休息所、食堂、洗面所、自重室、助官室、風呂、便所などがあった。このほか、映写ホール、ピアノ、玉突き台などもあった。屋根は1トン爆弾に耐える、よう、コンクリート1メートルの上に、砂1メートル、さらにその上に、コンクリート1メートルの計3メートルの厚さであった。天皇は午前中は表御座所、午後は御文庫で過ごすのが日課であった。1945年6月頃に戦況が悪化した。ため、さらに頑丈な御文庫付属室が御文庫から90メートル離れた地下10メートルに陸軍工兵部によって建設された。広さ330平方メートル、56平方メートルの会議室2つと2つの控室、通信機械室があり、床は板張り、各室とも厚さ約1メートルの鉄筋コンクリートの壁で仕切られていた。50トン爆弾にも耐えるよう設計され、御文庫とは地下道で結ばれていた。この地下壕では後に終戦を決める2度の御前会議が開かれた。戦後、御文庫付属庫は昭和天皇の意向で修理、保存されることなく、朽ちるままになっている。しかし定期的に写真や映像などの記録は取られており、戦後70年にあたる平成27年8月にはデジタル音源化された玉音放送とともに、映像や写真が公開された。敗戦後の1948年7月1日に宮城の名称は廃止され、皇居と呼ばれるようになった。1952年からは宮内庁庁舎の最上階を仮の宮殿とした。なお、日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部の司令や日本国憲法施行により戦前、戦中に皇居を管理した宮内省は宮内府を経て現在の宮内庁に改組された。皇居の警備は陸軍近衛師団と宮内省の皇宮警察から警視庁皇宮警察部へ移管された。戦後しばらくの間、焼失した宮殿の再建は行われなかった。この理由について昭和天皇の侍従長を務めた入谷伊政によると、女将は戦争終了後、国民が戦災のために住む家もなく、暮らしもままならぬ時に、新しい宮殿を作ることはできぬと、国民の生活向上を最優先とすべしという考えから、戦災で焼失した宮殿などの再建に待ったをかけていたと述べている。1955年頃の皇帝昭和30年代に入って、日本の復興が一段落した頃に、宮殿再建の動きが活発となり、1959年、皇居造営審議会の答申に基づき、翌1960年から新しい宮殿の造営が始められた。宮殿は明治宮殿のように天皇の御所とは接続させず、御所と宮殿を別々に作ることとなった。まず1961年、昭和天皇及び光順皇后の住居として、皇居内吹上地区の御分。新宮殿は、明治宮殿跡地に1964年着工し、1968年10月、竣工。同年11月14日に落成式が挙行され、翌1969年4月から使用された。なお、吹上御所は、1993年12月9日に、皇太后の住まいとして、吹上大宮御所と改称された。昭仁天皇と皇后美智子は、即位後もしばらくは引き続き、赤坂御所に居住しながら皇居宮殿に通っていたが、皇居内吹上地区の一角に、新たな御所が建設され、1993年12月8日から使用している。宮は家に損傷がついた言葉である。身分の高い人の住居という意味から出発し、やがて天皇や皇族の宮殿を意味するようになった。古代には大王の住居は数世ごとに移転され、皇居は宮と呼ばれる宮殿を指した。古事記や日本書紀には4世紀から6世紀にかけての宮殿の多くが現代でいう奈良盆地の東南の地に営まれたと記されている。592年に推古天皇が即位した豊浦宮から694年、持統天皇が藤原慶永遷都するまでの約100年間は、奈良の南の地飛鳥周辺に宮殿が集中したので、飛鳥系と呼ぶことがある。このような宮には、昭金殿宮、飛鳥岡本宮、飛鳥板吹宮、後飛鳥岡本宮、飛鳥清見原の宮などがある。その頃の大規模な館がいくつか発見されている。それらは地面に穴を掘って、柱の根本を固定する、掘立て柱建物である。これらの建物のうち、7世紀以降では、中心建物は南を正面としているのが特徴である。後には、中国王朝の影響で京が造営されるようになり、天皇は京の中の代理に定着し、これを皇居とした。国政の中枢である調道院をはじめとする中央官衙は代理に併設され、合わせて宮城と呼ばれる。京には難波京、藤原京、平城京、平安京などがある。京都御所の正門、建礼門。平安京は794年に桓武天皇によって定められた。960年に代理が消失し、再建されるまで冷泉院を仮の皇居とした。976年にも代理が被災し、藤原兼道の邸宅である堀川殿を仮皇居としている。平安京の代理はしばしば消亡したため、摂関や外戚など、臣下の邸宅を仮皇居とすることも多かった。平安時代末期からは、代理があっても里代理を皇居とすることが一般化した。1227年に宮城が消失してからは、代理は再建されず、里代理を転々とした。南北朝時代の1331年、北朝の光厳天皇が土御門東道院殿で即位してからは、この5点が代理に定められた。これが現在の京都御所の前身となる。南北朝時代の南朝歴代天皇は、大半を時期において、京都を北朝朝廷とそれを支える室町幕府に抑えられ、吉野安宮などを転々とした。慶応4年7月17日に江戸は東京と改められた。同年10月13日、明治天皇が東京に行幸して、江戸城塞の丸に入った際、江戸城も東京城と改称され、天皇の登校中の仮皇居と定められた。天皇は一旦京都に戻った。翌明治2年3月28日、再び東京に行幸し、1877年には京都御所が保存され今に至る。歴代の皇居の一覧。飛鳥時代以前の宮号は日本書紀を典拠とする。ありがとうございます。